On Friday, November 15th, Netflix and Most Valuable Promotions bring you the highly anticipated heavyweight boxing mega event of the year. Jake El Gallo Paul will go toe-to-toe in the ring against Iron Mike Tyson, the baddest man on the planet. Don't miss this epic showdown from AT&T Stadium in Arlington, Texas. Watch Paul versus Tyson, now streaming only on Netflix. 田尻俊明のいかがでしょうか。田尻俊明さんが語るコーナーです。さ、早速ですね、こんな感じで15分間喋っていく。なんて、いや、あなたが言い出したんですよ。本当に予断を許しませんね、あなたね。ちょっとびっくりしましたけど今。さあ、今日はどんなお話なんでしょうか。今回はですね、以前一見似ている言葉なんだけど実は内容が違う言葉についてお話をしてきました、はい、ちょっと思い出してください、うん、森と林の違い、はい、言いましたね、うん、はい、なんとか覚えてます、うん、自分で植え、人工的に植えたか、うん、そうでないか。そうなんです、そうなんです。農林水産省の定義があって、自然にできた樹木の密集地を森、人工的に作られた樹木の密集地を林と言ったんですね、はい、あとワシとタカの違い、うん、これ大きさね。そうなんですよ、体長が大きなものをワシ、中型から小型のものをタカと呼んで、どちらもタカ目タカ科に属する鳥といったお話をしてきました、はい、では今回もですね、それぞれの違いについてまた詳しくお話をしていこうと思います。皆さんも考えながら参加していただければなというふうに思います、はい、うん、まあ、最初はですね、素足と裸足の違い。素足と裸足ですか。なんか似てるでしょ。じゃあね、はい、はい、どうぞ。範囲が違う、指す範囲。ほう、素足というのは膝下、うん、裸足というのはくるぶしから下。ほう、あ、なんかね、視点はいいんですよ、あ、そう、すごく。でもね、うん、ちょっとね、違いますね。違うか。ちょっと言いますね、はい、まず素足、靴下とかを履かずに靴を履いている状態を指す。これが素足なんですね。で、裸足、これは靴下も靴も履かずに足の肌をむき出しにした状態のこと。あ、はんはん、言い方を変えると素足は足に衣類を身につけていない状態、裸足は衣類や靴などを含めて何も履かずに地面の上にいる状態だということなんですよ。うーん、まあ、例えば素足でまたは裸足で歩くというのはどちらも使いますよね、この歩くっていうワード、うんうん、ただその場所が屋外か屋内かで使い分けがされることがよくあるということなんですって。なるほど。素足って、まあ、靴下は履いていないけれど、うん、靴は履いてるんですもんね。そう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 。だから、ま、例えばこう建物に入るときに、うん、素足でどうぞっていうのは分かるけど、うん、裸足でどうぞってちょっと変ね。そうそう、そういうことなんですよ、使い分けとしてはね。さすがにね、なんか裸足でうろうろしてる人いないもんね。ちょっと嫌ですよね、うん、うん、そうそう、そういうことがあるんです。まあ、確かにその靴を玄関で脱いだ時に裸足で入るはあるかもしれないけど、靴を履いたままの状態で上がっていいですよの場合は素足になるのか、うん、そう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 。へえ、もう素足でごめんなさいとかね。ああ、なるほど。裸足でごめんなさいじゃないんですよ。はあ、じゃあ例えばですけど、はい、まあ、厳密なにはアウトというか間違ってるのかな、靴屋さんに行って、うん、このサンダルは裸足で履いてもいいんですか、まあ、変ってこと。あ、でも素足で履いてもいいんですかだったら重複表現になるの。そう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 、そういうことか、うん、素足で履いてっていうのはもう靴履いてる状態だから、そうそう、さらに履くになるかおかしいんだ。これをこのまま裸足のまま履いてもいいんですか、っていう言い方だったらいいと。なるほど、いうことなんですよね。こういう使い分けがあると、はい、まあ、総括すると、以前俳優の石田純一さんが靴下をつけずに靴を履いているので話題になったことがありましたが、はい、この場合は靴は履いているもののむき出しの足という意味が強いので素足が適当ですので、石田純一は素足と考えてください。わかりました、覚えやすい。わかりやすい、はい、でしょ。石田さんは素足、そう、覚えた。
今回調べて知らないことがいっぱいだなと私も感じました。まあ、人として地に足がつく男になりたいなと思いながらこの原稿を作ってまいりました。目指してください、はい、ありがとうございます、はい、さあ続いていきましょう。こちらリンスとトリートメントの違い、これ短すぎて分かんないでしょ。これは、うん、ちょっと専門的になるかもしれませんけどね。これってシャンプーの後にリンスして、はい、傷んでるスペシャルケアでトリートメント、うん、だからリンスは普段も毎日するようなね、うん、ものですけど、さらにトリートメントっていうのはこれね、効果の頭の中でこうかけることによって、にじませることによってこの頭の中での効果が変わってくるんですよ。例えばね、リンスっていうのは髪の表面を皮膜を作って保護する効果があるのがリンス。へえ。それに対してトリートメントっていうのは髪の内部に浸透していって補修するアイテムと、この違いがあるんですって。いつもリンス、トリートメントっていう順番で使ってましたけど、うん、逆がいいのかな。じゃあ、いや順番はどうなんですかね。膜を作る前に浸透させた方がいいってことないのかしら。ああ、それはネットで調べてください。わかりました。もしくは美容師さんに聞こう。なんかね、こうやってね違うんだって。へ、うん、いや違うものだとは思ってたけど、うん、なんとなくトリートメントは傷んだ時のスペシャルケアっていうイメージでした。なるほどなるほど、はい、髪の内部に浸透して補修するアイテムということです。うん、昔薬局でシャンプーとリンスを買おうとして、私ね間違えてリンスとリンスを買ってしまったことがあるんですよ、うん、でもう家にはリンスしかないんですよ。この失敗を洗い流そうとしたんだけど、難しかったと、希望も泡となって消えたというふうに覚えていただければいいのかな。覚えていただければいいという理由がよく分からないんですけども、これね、はい、ちょっと私調べながらすごく勉強になったものです。次、はい、料理屋さん入ります。まずは出てくるお通しまたは突き出し、このお通しと突き出しの違い分かりますか、ラジオの前のあなた。はい、お通しです。はい、こちら突き出しです。違いがあるんですって。違いがあるんだ。お通しは、座席料じゃないけれども、お客さんが来たことに対するこう出てくるもので、うんうん、いいとこ言ってるよ。突き出しはいいとこ言ってるよ。今お酒に対して出てくるもの。ああ、ちょっと外れたね。ああ、そう。お通しと突き出しはどちらも料理を注文する前に提供される小皿料理なんですけども、うん、提供のタイミングとか由来が異なると、はい、まずお通しなんですが、料理の注文をした後に提供される料理でお酒を飲みながら軽くつまめる小皿料理ということなんですよ、はい、注文を受けたまわったことを表すために提供されるようになったと言われてるんですね、はあ、なので席料、うん、お席の料ね、はい、の意味を持つ場合も多くて料金が発生するケースが多い。これがお通し、はい、うん、じゃあ突き出しは何か。関西圏で主に使われる言葉で、席に着いた時点で提供される料理なんです、はい、注文とは関係なく最初に突き出すことからこの名前が付けられているというのが突き出し、なのでまとめるとお通しは注文をしてから運ばれてくる料理、うん、一方突き出しは席に着いた時点で提供される料理ということなんですって。はあ、だから違いが、僕ね一緒なのかなと思ってたんですよ、意味合いとしては。そうですね、厳密にはこうやって違うんだって。タイミングが違うんだ。そう、あとお金がね発生するケースとかというのも出てくると。はあ、ちなみにね、日本料理の献立の一つに先付けっていうのがあるんですって、はい、これ僕は初めて知ったんですけど、これは懐石料理などのコースに含まれる料理で、お通しとか突き出しと同じようにお酒とともに楽しめる一品だけど、コースの中の一品のためお通しのようにその料理の単品で料金がかかるものではないということなんですね。はいはい、はい、ということなんです。あ、ねえ、意識してみよう。今度お通しですって言われるのか、突き出しですと言われて注文より先に出されるのか、うん、ね、
それでお金がこうね、なんか料金が発生したくない場合はお通しです、いやこれ月出しですよねって言ってみるのも怒られる可能性がありますけど、それ言うとね、月出しっていうものだったら発生しないっていうのが、そう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 、当たり前というかになんですって、例なんですか、へえ、はいはい、そうなんだ、そうなんです。さあ最後に行きたいと思いますよ、はい、イルカとクジラの違い、文字数は同じですけど、イルカとクジラって違わないの？そこが問題になったことにびっくりしてるけど、ね、いろんな発見があるでしょ。大きさ正解。そうなの？こちら考え方としてはワシとタカの違いと同じ考え方なんです。イルカとクジラは同じクジラ目に属しているグループなんですって、はあ、だから同じグループなんですって、これって生き物として、そのうち大人の全長が4メートルより小さいものがイルカ、大きいものがクジラと呼ばれているんですって。ちょっとこれすごいと思わない？俺全く別物だと思ってたんだよね。イルカって何？じゃあもしも頑張ればよ、うん、その後クジラになるかもしれないの？そういうことですよ。知らなかった。びっくりでしょ。つまりイルカとクジラを分けるのは大きさの違いで、はっきりとした基準があるわけではないということなんです。じゃあクジラもイルカを産むんですか？そういうことになるんですかね、種別としてはね。この辺はちょっと調べてみないと改めて分かんないんですけど、そう、大きさの違いでというふうに。あら、ここからはちょっと私の意見なんですけど、ちなみに歌手のイルカさん、クジラの大きな違い、イルカ歌手のイルカさんとクジラの大きな違いは同じ哺乳類なんですけど、歌がうまい方が、これ以上言うと大人からきちんと怒られると思うんで今日はこの辺にしていきたいと思います。さて今回のいかがでしょうか、似ている言葉の違いについてお届けしましたが、いかがでしょうか。いや、イルカとクジラ大きさの違いって全く知りませんでした、びっくり、うん、そうでしょ、そうなんですよ。先日私お酒をよく飲むので肝臓の数値ガンマ GTP の意味を AI のチャット GPT で調べたんですよ。なんかこの2つのネーミングって似てるなと思いつつ、まあ、結果チャット GPT の解説能力の高さとガンマ GDP の高さに気をつけようと思いました以上、田尻俊明のいかがでしょうかでした。ポッドキャストラボ福岡100本プロジェクト始動。 RKB と樋口清則のプロジェクトポッドキャストラボ福岡では、ただいまポッドキャスト番組を配信中、あるいはこれから配信予定の個人団体を募集中。ポッドキャストで福岡を盛り上げましょう。詳しくは RKB オンラインをご覧ください。